格闘技ファンの皆さん、お待たせしました。今週も我がバトルウィークリーは素晴らしいゲストをお迎えしました。それではまず VTR からご覧ください。あ、みんな聞いてくれ。これから俺のトップになるからよ。俺はバンクなんて愛してる。お前らも愛してくれ。去年5月31日日本武道館で華々しくパンクラスデビューを果たした山田学。その実力はもちろんのこと、個性あふれるキャラクターも手伝って、ファンからは親分の愛称で親しまれています。12月のトーナメントでは見事準優勝。冴えわたる山田親分のコメントに乞うご期待。ということで、今週のゲストは去年の12月キングオブパンクラストーナメントで見事準優勝を果たしました、パンクラスの山田学選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にちょっと左目どうしたんですか？昨日ちょっとスパーリング中に膝が入っちゃって、で今日ちょっと病院行ってきたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ちょっと痛々しいですけど大丈夫ですか？大丈夫です、早速なんですけれどもね、その去年の12月16、17日2日間にわたって行われたこのトーナメントなんですが、我々このコーナーで予想したそのフリップをちょっと今再び登場させました。実はこれご覧になってたそうで。はい、しっかり見てました。あの全然マークなしだったんですが、それを覆すかのごとく、なんかその瞬間にテレビ消したって話を聞いたんですけど、ちょっと消しました。あ、そうです。すみません、スタッフ一度反省しておりますので、そのトーナメントを振り返ってみたいと思うんですけれども、まず1回戦では身長2メートルの巨漢クリストファー・デリーバーをヒールホールド、そして2回戦はウェイン・シャムロック選手の弟フランク・ワレスを、こちらはアキレス腱固めで破ったと。まあ、特にワレス選手は1回戦でジェイソン・デルシアじゃなかったバスルッテン破った選手だったんですかね、どうでした？そうですね、まず彼が日本に来た時、一番初めにスパーリングパートナーを務めたのは僕なんですよ。あ、そうなんですか。はい、だから、その時に感じたのが、非常に力もそうなんですけど、頭のいい、勘の鋭い選手だなっていうのは感じましたね。でも実際当たってる時にかなり落ち着いてましたよね。そうですね、まだ2回戦なんで、なるほど。でその2回戦無難に1日目をクリアして準決勝、こちらは注目鈴木実戦だったわけなんですが、その試合 VTR ご覧いただきながらお話を伺いましょう。自分が上がっていった時に準決勝の相手が鈴木選手というのは大体予想してました？そうですね、16日の日に2試合目が始まる前に鈴木さんと話し合って、明日必ず2人で、準決勝をやろうっていう、口約束だったんですけどね、それが果たせたんで、それが一つまた嬉しかったですね。なるほどね。試合展開としてはどちらかというとやや鈴木選手優位に見えてたんですが、我々としては、ご自分ではどうですか？それは別に自分としては感じなかったですね。あ、そうですか。はい、ただその中で一瞬の隙ついてこう返していく感じが良かったですね。そうですか。鈴木選手後から分かったことで足を負傷してたっていうのがあったんですが、はい、試合やってる時には感じられました？そんなには。そうですね、見た目には感じなかったですね。あ、そうですか。はい、ちょっとさっき聞いたら実は山田選手も2試合目でちょっと右足首やっちゃってたんで、動かない状態でしたね。ただもうポイント的にはこうあともうワンポイントも許されない状況に追い込んで、最後は嬉しいで捉えたと。はい、でこの時鈴木さん足を伸ばせばエスケープ取れたんですけど、ポジション的にはそうですね、だから腕を決められるっていうその時の勇気っていうんですかね、それが素晴らしく、感じましたね。男だなっていう感じが。最後のポイントで負けるよりは自分で潔くっていう、感じられたんですか、はい、すぐに。でいよいよ決勝戦は準決勝で船木選手を破ったウェイン・シャムロック選手と戦ったわけなんですが、こちらも振り返ってみたいと思います。どうでしょう、ウェイン・シャムロック選手とは、対戦としてはこれまでには初めてですね。ですよね、はい、どうですか実際当たってみて。そうですね、力だけじゃなく、やっぱり勘も鋭いし、それに加えてテクニックもすごいいいものを持ってますね。なるほどね。こう展開としては、ほとんどグラウンド、でやはりこのシャムロック選手がかなり優位に進めている感じがあったんですが、逆に余裕かな、もちろん余裕というか、集中はしてるんでしょうが、途中で V サインなんかも出ましたよね。そうですね、まだ決まってないぞっていう、アピールの一つだったんですけどね。あ、なるほどね。そしてドロップキックまでまさか、はい、あのあたりはどうしてまた、突破口を開くための一つの手段ですね。どうでしょう、決められそうだなって試合中には思いました？
何回かありました。ありました。はい。よくディフェンスは2日間通して非常に山田選手ディフェンスは良かったように見えたんですか。そうですね、まあ隙を見せた方が負けるだろうってこの試合に限らず思ってたんで。なるほどね、はい。まあ、最終的には30分フルタイム戦って判定の末に敗れてしまったわけなんですが、はい、2日間通してどうですか。うん、そうですね、まあすごい疲れたなっていう感じしましたね。2日間終わって体重5キロ減ってたんですよ。でもう次の日は朝起きたんですけど、うん、全然起きられない状態で。ああそうなんですか、はい。去年の5月にファンクラスにシューティングから戦いを移したわけなんですが、はい、その移してから今まで振り返ってみてどうですか。そうですね、一試合一試合もう全力投球でやってきたんで、はい。まあ、道場でこうやってほとんどこう戦いの場を移しても違和感はなかったですか、自分では。そうですね、選手のみんなと結構意見が似てるんだなっていうのはすごい感じたんですね。そうですか、はい。ハイブリッドレスリングが、はい、まあ、キャッチフレーズですよね、ええ。山田選手が考えるハイブリッドレスリングってのはどんな部分ですか。そうですね、まず自分が怪我をしないことですね、はい。あと相手にも怪我をさせずにギブアップさせる、うん、はい。手抜いてるわけじゃなく、うん、それがスポーツマンとしての当たり前の考え方になるように、うん、したいですよね。なるほどね。そして次の戦いは、来週の木曜日26日になりますが、愛知県武道館大会バスルッテンとシングルマッチ、はい。これで勝者山田選手とバスルッテンの勝者が実はウェインシャムロック最初の防衛戦に3月10日挑戦するんですよね、はい。意気込みどうですか。もうそうですね、バスルッテンとは初めての初顔合わせなんで、はい。まあ、それも興味深いんですけど、次の3月、はいはい、考えちゃうとどうしても負けられないなっていうのは意気込みありますね。なるほどね、はい。こちらにありますのがその愛知大会のポスター、斬新なポスターなんですけれどもね、この大会のチケット等のお問い合わせはこちらパンクラスまでどうぞお願いします。ちょっと時間ないんですが山田さん、最後に一言。今熱帯魚にすごい食っててタルタリっていう魚を飼ってるんですよ、はい。それはなんで飼ってるかっていうと、こう武道の精神っていうか、そういうのを押し付けるために。あ、はい、なるほどね。それがこう山田さんの戦いに大きく寄与してるわけですね。そうですね。なるほど。じゃあこれからも戦いの方応援していきますので頑張ってください、はい。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後もバトルは続きます。